久々にお酒飲んで酔いました。ありがとう。お風呂入って寝ます。なんか前にお風呂で使ってるものを教えてくださいっていうことだったので、シャンプーはこちらです。これなんだ？パンテーンの、思わず触りたくなる滑らかカシミヤ髪へしっとりタイプです。と、コンディショナー。こちらは中身が違うもので、なんか多分めっちゃリーズナブルなこだわりはありません。それから、洗顔フォームですね。これはもう何年も愛用してるパーフェクトウォッシュ。パーフェクトは、こんなんです。これなんか泡がね、めっちゃ弾力があって、へたらないんで、顔洗うとき気に入って使ってます。で、クレンジングはこちらです。これ。体洗う石鹸も特にこだわりはなく、普通の石鹸です。もう顔石鹸とか何でもいいです。次の日は私の数少ない美容師の仕事でした。皆さん昔なじみのお客さんで、この方ももう15年来のお客さんです。古い方は25年ぐらい来てくれてます。同じように年を重ねて、親の介護の方、看護師さん、市役所の方、ダンス仲間だった人、いつも来てくれてありがとう。とても助かっています。この日は楽器の話でも花が咲いて、この方はピアノで私はギター。なかなかうまくならないところ、何ヶ月も同じ箇所を練習して心が折れそうになったりするところ、共感していろいろ話しました。じゃじゃん、どん兵衛。ラーメンスープとどん兵衛のコラボ。食べよう、うん。すごい人気や、ナルト。食べたい。うん、はい、スープ、液体スープ入れます。じゃじゃん、いっぱい、手がいっぱい。食べる人。はい、おちんして。はい、おちん、おちんして。あ、そっちがいいの？そんな、これのけたらいいや。ちょっと待ち。もんちゃん、これ。それお箸食べにくいで。あっちあっちよ。おナルトも入れるから。スープのあれいるな。ママなんか、何やろ、大きいスプーン。あとこれ食べたい。あげさん、あげさんも食べたい。ちょっと待って。あ、おうちゃんそれでいいか、熱いから。いただきますわ。はーい。おいしいんかな。食べるときは食べた後でやって、ゲーム。はい、どうぞ。スープは入れる？はい、スープ入れて。ちょっと遠いね、ママ。はい、どうぞ。はい、はい、いただきます。おーちゃんもナルトいる？おーちゃん、おーちゃん入ってんで。入ってるもん。おーちゃん入ってない。ほんま。じゃあいい。あ、そうか、じゃあいいか。あげさん、入ってへん。あ、入ってる。ここに見てみ。美味しい、よかった。でも普通のどん兵衛の方が美味しい。はい。え、お腹空いてるやん。
ずっと空いてんねん。ずっと空いてんの。はい。朝からな。スープも入れましょうね。うん、朝から、うん、トースト食べて、肉まん食べて、ヨーグルト食べて、カレー食べて。すごい。で、今うどんも食べて、ずっと食べてる。大食い選手権みたいやん。夜にご飯食べる。最初ちゃうね。うちは夜ゆっくりでもいい。なんか、うちゃんは夜しっかり食べたい。朝は軽くでいいな。あげさん、あげさん、忙しすぎて食べてるか分からへん。食べていいけどな。あの、あ、これ熱いからな。ちょっとこれ、いいよ。切ったろ、うん、ふう、切ったろ。人が食べてたら食べたくなんねんな。はい、あげさん、あげさん、はい。うん。まだチュルチュルもいる。チュルチュル。チャーちゃん、うん、美味しいな。美味しいな。美味しいな。アジ。アジ。アジないよ。こっち。アジはないない。はい、ごちそうさまでした。ゴ、うん、ちゃん、クック一人で履けんの？うん。すごいね。うん、ちょっとやりにくい？うん、いやな。左足は履けたな。うん、手伝おうか。これがこうなって、こうなって。こっち向き。あ、それ反対や。おーちゃん、これめくって、これめくって、で、これ入れて、んでから、はい、ガッチャンしてください。いけた？うん、OK。 ベージュ、日焼け止めのベージュはどれだ？これがベージュかな。日焼け止め、スキンアクア。もう暖かくなってきたからね。はい、お願いします。うん、お家帰ってから食べようね。帰ってきてから私が洗濯物をたたんで、ママがオムライスを作ってます。今日はうちでお風呂に入ってオムライスを食べて、パパのオムライスは持って帰るそうです。牡蠣に塩コショウをして片栗粉をまぶして、最後に醤油で焼いたものです。とってもこれ美味しかったです。こちらは白菜と豚に塩コショウをして酒をまぶして蒸したものです。最後に柚子ポン酢をかけて食べます。これも美味しかったです。